はい松本さんはい 1> えー、1月の14日夜10時でございますはい今日はね「うん、東京論」のミュージックビデオがね、うん、公開になるんだよこの後お<う>10時半からそうですかもしかしたら普段あんまり聞いてない人も聞いてるかもしれないので、うん、今日はもうおしとやかにいこうね おしとやか。うん。うん。でもその、スタジオに届いたプレステのね、うん。色がちょっとこう、タバコでヤニ臭いから、ヤニのこう色がついてるからって言って、うん。それをもうションベンイエローって言ったりとか、はいはい。ね。片番が SY だとか、<laughs> うん。よく見るとヤニだから YY ワイワイだとか。そうだね。もうそれイエロー。うん。今日やめよう。今日東京論だから <laughs> <laughs> ね。ね黄色いよね、このプレステ。<laughs> なんか。 横が白いんだよね。横白いけど、鍵盤が黄色い。老舗中華料理店のの色だよそうだね、あの、CY かじゃん。CY のじゃん。そうだね。まだまだ触り心地はそんな悪くないんだけど、でも、これで今、ばあちゃんはさ、もともと動いてたけどさ、 他の,あのゲイったらもともと持ってたやつはねそのディスク読まなくなって、ね、そうそうディスク読まなくなったから、はい、ハードディスクにインストールされてるゲームしかできなかったんだけどこれはまあ,あのいろんな買ったゲームもできるからもう今方々でねバーチャーが熱い熱いって言ってるんだけどね、うん、まだコンティニューの,あのゲームオブザイヤーのやつのね、うん、その、うん 今年の、去年のベストゲーム、ベスト3ね。もちろん1位がシェム3なわけだけど、ランキングの中にばあちゃん入れたら、それはもう林に弾かれたね。ダメだっつって。その、2006年だからダメだっつって。ね。こっちはもう去年の年末めちゃめちゃ遊んでるっつってんのにさ、いや、オブザイヤーだからって言われて、知らない俺のオブザイヤーは、ばあちゃんめちゃめちゃ今やってんだよっつって。なんなら2000年の、あの、2020年も入っちゃうかもしれないんだよ。そうだ、2020年多分ベスト、 ワンだよあれそう、だけど、ま、新作にしてくれって言われて、そこだけ一応ね、その代わり、あの、なんか、総評っていうさ、その、今年選んだ感想みたいなところには、しっかりバーチャーの話してる。ランキングには一切入ってないのに、文章にはバーチャー3が熱いっていう <laughs> バーチャー5が熱いっていうのがね、入ってなので、ぜひ楽しみにしていただいて。ね、はい。えそれでですね、今日はそうそう、YouTube の、えっと、プレミア機能ね、プレミア再生っていう機能を使って、はい。東京論のビデオが公開されるんですけど、はい、うん。 どういう機能かというと、基本的には普通の YouTube と変わらないんだけれども、うん、普通はじゃあ10時半になったらこっちで手動でね、うん、公開って切り替えるところを、うん、YouTube がまず自動でやってくれると。はい、で、えっと、それとチャットの機能が最初の1回だけつくので、うんえっと、例えばそれが10時20分とか25分から待っててもらえると、はい、チャットでこうまだかなって言ったりとか、うん、あるいはその最,初のさい最初の1回の再生見ながら、 いろいろこう感想を言えるんですけど、うん、このチャットの機能は最初の1回しか聞かないので、うん、そこで打ったこうメッセージがその後再生するときも見ようと思えば見れるし隠すこともできるんですけどこれはこう最初に一緒に見る人たちのまあ得点というか一緒に盛り上がれるみたいなあメッセージ来てる来てるチャットあと30分ですかって松本君打ってくれてるじゃんうん、うん、嬉しいな dj で書けましたとかあ、いいね。みんななんかお手本みたいな使い方してんじゃん。うん、だから今回この放送を聞いてる人たちは、そのもう、その、チャットを楽しんでくださいじゃなくて、その、うん、俺と一緒に演出をね。だから、うん、今これを放送を聞いてる人は、うん、この YouTube の、その、うん、YouTube ライブのその、機能を、チャットを使って、YouTube のプレミアの、はいうん それっぽいことをチャットするっていう。<laughs> 桜を呼びかけてか。<laughs> 桜って言い方良くないよ、それ。<laughs> それっぽい、うん、チャットをやってくれると嬉しいなっていうところですかね。で、放送では一応その、実際に YouTube の中の音源を使うので、はい、えっと、放送中僕ら喋らないですから、もし端末一台しかないってい人は、うん、普通に一回ミキサー閉じて、うん、YouTube 見てもらって、うん、で、また戻ってきていただければ、はい、僕らも曲かけるのと同じように、あのうん、また、 トーク戻るだけで別に見ながらなんか喋ったりはしてないので、ぜひ、えっと、1台の方楽しんでいただいて、はい。プラス、えっと、2台端末持ってるって人はね、今日メールテーマが、えっと、好きなミュージックビデオですから、はい。こうなんか話聞きながらちょっと検索してみてみてもいいかもしれないですし、まあそんなタバーチャルインサニティでしょうね、みんな。そうでしょ、床が不思議。うんうんなんせね。そうなんですよ、もう JK の床が。JK の床でしょジャミロクワイの床が動くってでしょそうでね。 とかね。まあまあ、その、そうそう。あの床に負けないぐらいのね、いい映像を用意してますので、東京もぜひ楽しみにしてください。はい。それでは始めたいと思います。<ー>はい。というわけで始まりました。オーディオギャラクシーをお送りしますのは、ラムライダーと、松本です。この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。はい。えー、今日のメールテーマは、うん、好きなミュージックビデオということで、はい、皆さんのお気に入りの一曲、ビデオね、うん、まあこれが可愛い,い、かっこいい、不思議など、うん 送ってください僕らもんかいろいろあるでしょお気に入りがそうだねバーチャルインサニティとか床が不思議本当にあれはどうなって部屋がどうなってんのかもよくわからないねあね JK がね JK の床が不思議ということでオーディオギャラクシーの好きなミュージックビデオはバーチャルインサニティということでねそれは皆さん覚えて帰っていただいてついでに東京論のビデオもねいただければそこねカウントダウン機能があるから今20分後でちゃんとブラウザ出てるので非常に便利ですね 20分後に「プレミア再生東京論」できます約4分弱のミュージックビデオですがぜひ最初だけでもみんなで一緒に見てねこれで30分待ってさテ、うん、ロップと一緒にさ、うん、この PV は ラぶライダーが。何何あ,あの、文字起こしだけど嘘のやつねめ。めちゃくちゃうざい、あのやつみたいな。いや、それだったらちょっと、もうお客さんついてこないでしょうね、一生ね。<laughs> ちゃんと大丈夫です。あの、僕らで完成させた。プ <laughs> レミア公開してそれ流すのクソうざいよね。いや、最悪でしょうね、それはね。低評価の嵐でしょうね、そね。<laughs> そこだけは避けたい。 なんで、ちょっとずつでも人が集まって見てもらえるといいな。まあまあまあ、その、オーディオギャラクシー、なんかそのね、100人ぐらい集まってくれたら嬉しいかな。どうかな。うん、今の時点でね、まだ全然だよ。うん、50人ちょいぐらいですね。うん、ま,あまだ20分ありましたので、えっ、ー、と、ツイートなんかもやりつつ、皆さんも呼びかけていただいて。はい。ちょっと俺のダチがこんなことやるから、じゃ5分だけ付き合ってくれと。うん、いう形でね、皆さんのまあ友人とか、セフレの人とかね、うん、いろんな人に。セフレが一番聞いてくれるんだ。<laughs> そういうのすぐやってくれる。うん <laughs> 今日大事な日だからあんまそういう状態やめようね。<laughs> <laughs> ええ。言い出したの誰よ。すぐ譲る。そうなんだよね。大事な日だからと思うと言っちゃうんだなんだろうね、これ。俺もほんと。俺たちも感覚はまだ高校生ぐらい。そうだね。言っちゃいけない。セフレっていう言葉がもうテンション上がっちゃうんだよね。そうね。単語として。あと俺セフレって話でいつも思い出すのがさ、俺、その、えっと、もともとバンドでツアーやってた時とかにさ、ムタさんっていうさ、ムタさんっていうね、元サッツのメンバーで、グレートじゃない、元サッツのメンバーで、めちゃめちゃいいドラマーの人がいて、その人 にやムタ、はい、さんが、なんか、セフレのことを言っても、セクフレ、うん、セクフレっていうのがすげえ面白くて、<laughs> なんか、今の誰セクフレセクフレって聞いてくるのがちょっと面白かったって。違います。まず違うし、その略し方も間違ってますみたいな。うん、友達ですみたいなね。やり取りしたの急に思い出しましたけどね。なるほどね。さあ、一曲行きましょうかね。うん 先にね。はい、え、普通にこの後は、あの、今週の近況なんかも話しますので、えっ、はい、と、普段のリスナーの方もぜひ、え、そのまま、ステイチューンということで。うん、え、ちょっと変わり種から行きましょう。ラムライダー、トークトゥートーク。ーはい、というわけで聞いていただきましたのは、えー、ラムライダーが、うん、一昨おととしかな ?3 年ぐらい前かな、うん、えっ、ー、と、に、え、蜂蜜とウインナーに楽曲提供し、ラジオスターダストボーイズのテーマ曲として、使われていた、うん、えー、トークトゥートークという、 楽曲なんですが、この度、え番組テーマ曲が変更ということで、正式にご返却いただきましたので、もうこれから正式にでもラムライターのトークトトークとして。返却ってあるのええ、あの、ちょっと確認もう返却って僕この間放送ゲストに言ってきましたんで、もう大丈夫です。まあ向こうは返すとは言ってなかったですけど、まあ新しいタメ曲作ったらいいねみたいな話はしてたので、まあこれも確かにセルフカバーとして出せたらいいね。401はそういうことができるレベルなので、ちょっとそういうことも考えていきたいなと思います。はい。えで、今週あったことですね。今週は ねうん、まああの、ちょっと年明けで人段落と思いつつ、東京論でこういろいろまたなんかプロモーションで、ちょっとこうなんか渋谷のラジオとかに出させていただいたりしたんですけど、うん、渋谷のラジオは2回目かな、出たのが。うんうん、で、今回は、アシスタントってことはなってんだけど、もう一人サイバーの、うんうん、えっと、藤代ンナさんだっけ 名前ね、は,いはいはいはい、この間、渋谷のラジオでそうそう、えっとうん、だっけじゃないん俺いつもなんかな、藤代ンナさんで会ってんだけど、いつもなんか名字を間違えそうになるから、そう、藤代アンナさんね、うん、とご一緒だったんですよ、うん、だなんかアシスタントとゲストというよりは、実質もう、ゲストが2人っていう感じで。うん えっと、藤代さんには台本のちょっと読むパートもなんかあったりしたんだけど、うん、その観覧ができるから渋谷の駅のすぐそばなんだけどうん、うん、で俺のファンに負けないぐらい全然もう藤代アンナさんも,もう今ワンマンも控えてんだけどサイバーの、うん、もうファンの方も多くて 2>、うん、で2人で出させていただきまして、うん、東京論の話とあとサイバーのアルバム「東京」って言うんですよ。 なんかちょうどいいなと思って。東京の話なんかも、うん、まあ、あんなさ、めちゃめちゃ美人だった。うん。あの、年一でしか会わないタイプの美人だね。うん。最後にこのインパクトだったの誰だろうな。TBS のあの人だな。えっと、あと6の。 今日はね東京論のミュージックビデオがあるからね今日はねえっとそれで藤田アンナさんとご一緒してで放送を中田君も聞いててくれてうんかまあ言ってもほらローカルのさラジオ局だからさ東京とは言っそうかサイバーに曲提供してんのそうそれもあってでんか聞いてるよっつってラインくれては嬉しいなと思って家帰ってでスタジオかスタジオ戻ってて作業してたらうん 夜中田君がまだ渋谷いるって連絡来たのが、うん、夜の10時か11時半ぐらいで「<laughs> いやいやもう昼のラジオ出てるから <laughs> いないけどどうしたの?」って言ったら「飯行こう」っつうから2人で飯行って「うん、まあちょっとこんなのもうすぐミュージックビデオ出、うん、んだよね」とかそういう話をしながら「新曲出んだよね」みたいな話をしててでなんか最近見てる YouTube みたいな話になってさ。俺がその 最近俺はね、その、俺たちと同じ世代ぐらいの、うん、多分四40過ぎぐらいだと思うんだけど、うん、のおじさんが、ただただひたすら自作 PC を作るだけのチャンネルを毎日ずっと見てるって話をしたの。うん、の中田くんが、うん、あ、あ、吉田製作所ね、見てる見てるってって、<laughs> <laughs> やっぱあれただのおじさんなんだ、あれ、オタクの多分、中田くんの中身は。うん <laughs> んでなんかやない相変わらずこう、どんなと YouTube を見てるみたいな話で盛り上がって、夜中解散したんですけど、今週そんなとこだったかなあとはずっとこの今日のプロモーションに向けての仕込みをしたりしてましたね。なんかありましたか今週は。今週俺、なんかあったかなえっとね、今週俺これを話そうって思ってる話は、金玉から血が出た話。え、嘘 そのちょっと待って、今東京のミュージックビデオの使いなんだけど、それ今じゃなきゃダ聞くけど、聞く聞く、うん、で、心配だし。そうそう。大事な友達の、だかそん金玉から血出たことあるないないない。金玉っていうかまあ、袋、袋か。切り傷とかだそた、例えばなんか、こう、かさぶったみたいなのがなんかでとかはあるかもしれないけど、わかんないないと思うよ。ないじゃん。うん。あんまりその金玉怪我することってないじい どんなプレイしてんの普段何怖いんだけどあのトイレでさ普通にうんこしてて東京論なんだけど大丈夫な本当にでそれでうんおトイレしててね暇じゃんうんこ中って言葉をちょっともうちょっと変えてよえ排便中ああいいねそうねに大便の排便中って暇じゃんいやもう排便って言ったらああそっかそっかそっか出終わるまで というかさそうねでこう、まあ、しながらふと下を見るとさ、うん、あの小生の陰形があるじゃないですかありますね立派なやつがありますよね我が我が小生がはいはいはい、はい、リトル小生がいるじゃないですかでまあリトル小生と、うん、そのリトル小生越しにあと10分ね <laughs> プレミアム再生、うん、金玉袋があるじゃないですかはいはい、はい で、金玉袋にも毛が生えてるじゃないですか。まあ人それぞれだと思いますけど。で、なんか一本長い毛が生えてたんだよ、金玉に。でも目障りだなって思ったの。その長い毛が。で、それ抜いたの。で、たまにさ、頭の毛とかも抜くとさ、こんなにこう肉を引き連れて抜けるかっていう。毛根とはもう言えないレベルの。そう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 。目、肉の目みたいなやつがね。そう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 そ 一本抜いた長い毛が信じらんないから引き連れていて、<laughs> 引き連れてるなと思ったの。うん。エンジニアが引き連れて、もうやめてったの。そうそう,そう,そう,そうもう袋で済んでないんじゃないかっていうぐらい引き連れてた <laughs>、うん、で、まあ。そっからピュルって出ちゃうんじゃないのそう、それで、そ <laughs> から、その、<laughs> 陰脳汁がね。<laughs> やめとよ、お前。<laughs> まあ、本当にいい加減にしろよ、今日。どうなってんだよ。IG がね。うんで、それで、まあ、その、引き連れたなと思って、まあ、その毛は、 まあ便器だからまあ捨てるじゃん、うん、でまたしばらく、うん、その、まあ、続きをするじゃないですか排便、うん、の続きを、うん、で排便の続きが終わって、うん、またふと下見,見たら、うん、その金玉袋に赤い点があるんだよね<ー>結構な大きさの<ー>でさっきこんなのあったっけなってその <laughs> 金玉袋にさ、うん、その食べかけの食べ、なんかご飯の唐辛子とかがついてるわけがないじゃん。よくあるそのキムチとかに入ってるさ <laughs>、あの、唐辛子のかけら台の赤い感じなのよ。ああはいはいはい。で、まあ一瞬、ねうん、そう、なんだろう、唐辛子と思ったけど、唐辛子じゃないから。うんうん、で、よくよく見たらちょっと液体の、なんか、つやっとした感じでさ、<laughs> その、なんていうのか小さい、ちっちゃめのテントウムシみたいな大きさで。うん わわかるそれはねそうそれで小さいテントウムのその模様みたいな感じでさそうそうそうそれでそれでえっと思って幸いさトイレだからすぐトイレットペーパーあるからさでそこピタッててもうジュワッてこう吸い取ってくれてでまあその一回でもう止まってくれてたからうちはよかったんだけど俺 あのまま血が止まんなかったら、その生理のおじさんみたいになっちゃうなと思って、パンツの中真っ赤になって。<laughs> 生理のおじさんすごい焦ったんだよ。<laughs> なるほどね。うん。その後はその後はもう全然。あ、じゃ結構な量出たんだ。そう,そうそうそう。たまにあるね、足とかでも俺さ、うん、なんか作業しながら足かいいなと思ってさ、うん、足のなんかくるぶしとかのちょっとしたカリカリみたいなやつを、うん かいいなと思ってかいてちょっとかさぶた取れたと思ってしばらく作業してたら足が血の海になってたことがあった多分なんか静脈かんかかんかわかんないけど当たっちゃうんだろうねあれねなんかそんなつもりじゃないのにそんなに出るみたいな時あるよねあるあるあるっていう話それがまあだって40年生きてきて初めてだからさそうだねまだまだこう経験してないことってあるよねあるある東京に生きてるといろんなことがあるねうん うまいことこの話で終わりでそれでは聞いていただきましょう東京ロって絶対無理だから言ったんだけど <laughs> まだまだまだこっから時間あるからねあと10分ないぐらい次はションベンイエローの話するいやもう本当にひどい <laughs> 本当にひどい松本君それはあの今日ね <laughs>、うん、そうスタジオにいっぱい来てて、うん、えっとまあニーツ君もいるし、うん、えっとヤスミも来てるんだけどキムがいるんですけど、うんうん、キムは僕とこの,、えっと、この東京ロのミュージックビデオを作ろうってなった時に、うん 最初のメンバーなんですよキムが俺とキムから始まってるのねでそこにマルルンくんっていう監督を呼び込んで作ったので今日はそのミュージックビデオをみんなで見たっとにこの制作過程についてキムから見たらどういうふうに進んでいたのかとかそういう話をちょっと裏側をね聞こうかなと思ってますいいですか木村くん大丈夫ですねなんでちょっとそれもねんかこう 撮影大変だったからね2人でも行ったけどキムが最初の頃撮影してくれた素材もあるし2、はい、二人で1日ずっと車でいろんなとこで撮ったのもあるし、はい、後半はほぼ俺が1人で撮ってたねはいなんかその辺の話とか、うん、あとはその松本君とこう事前にこう話していたこと、うん、なんかその辺の話もあとでちょこちょこ出てくると思うのでえっとこのスタジオでもう見たっていう人は まだ見てない。えまだ見てない。見てない。見てない。うん。みつ見てない。やっぱりあれか、あの、ギガファイル便で送ると見ねえかみんな。ギガファイル便俺大嫌いだから。なんでなんでギガ、俺の大好きなギガファイル瓶。好きじゃないんだよな、ギガファイル広告がキムタクだから今。違うのその、今広告、広告がキムタクのニューアルバムだからかな。もうなんか好きじゃないんだよな。飲んで飲んで。そうなのまあまあ。昔から。 うん不便っていうイメージがあるんか不便ではないけどタクファイル便はちょっと不便だけどまあ今度この度なくなりますけどタクファイル便はあそうなんだなんか流出事件があってデータそうかまあまあ今はすごい100ギガとかアップできるからうんうんうんまあそれは結構ら重宝してんだけどただ確かに iPhone とかでギガファイル便のやつ送られてきても見れないじゃないですかダウンロードする先が基本的にはないのでなんでまああの俺も送った後 ここでみんなで一緒に見ればいいやと思って、送ったことを後悔したので、あ、俺それ消したのかじゃあ。LINE で取り消したのかも。もしかしたら。だからまあ見てないのもあるかもしれませんが。まあもうここでみんなでフレッシュに見てもらえるのはいいかもしれませんな。といったところであと5分ですね。はい。はい、ラムライダーが名前ほど忘れしたのは宇垣美里アナ。その通りです。宇垣さん以来の衝撃でした。アンナさん。アンナさんね。うん。あの、美人すぎて、はい。 たまに思う、うん、この人美人すぎて生きづらいだろうなって思うタイプの人。こんだけ美人だったらいいだろうなっていう人はいっぱいいるんですよ、街を歩いていても。うん、こんな俺女だったらやっぱこれぐらい綺麗に生まれたかったなみたいな。私これぐらいになりたかったわっていう人はいるんだけど、うん、もうそのレベルを超えて、うん、あ、もうなんかいろんな人が寄ってきて、うんうん きついことの方が多いだろうなとか。なるほどね。あと何を頑張っても、先に美しさを褒められてしまってやる気が出ないだろうなとか。はい,はいはいはい。そういうタイプの綺麗な人でしたね。でも話もすごい面白くてね。うん。よかった。これで、金玉の話消せたかな <laughs> そろそろ。言わなきゃいいんだよね。そっ <laughs> かそっかそうなんだよね。言わなきゃいいんだよね。その前の話に戻すとプレステ3がしょんべんやろっていう話になっちゃうから、<laughs> 今日本当どうしたらいいんだ俺 <laughs>。 えー、素晴らしいビデオなんでね。あ,<ー>あと、ね、あと3分ですね。じゃあ、そろそろこちら、えっと、切り替えますので、はい、もうなんかね、カウントダウンがあるんですよ。YouTube のプレミア動画の方で用意されてるカウントダウンのシーンがあるので、うん、ぜひそちらも、えっと、楽しんでいただいてとか、俺らもこっちで切り替えよう。だからこっちでカウントダウン、ほら、カエポが。 お風呂あ後3分って言ってるよすげえしいねよかったじゃん金玉の話聞かれてないの、ね、ホんとさもうやめ本当、うん、やめよ、うん、あのまあそうだねやめよ俺も言っちゃうから <laughs> 楽しくなってまああの今じゃあ「ラムライダー東京論まもなく公開です」ってツイートするね東京論これ何分ぐらいのビデオなんですか3分48秒ぐらいなるほどなく公開ですこれじゃ結構構えてないとね 3分40秒とかって結構すぐ終わっちゃうからなんで今からこちらはえっと YouTube の画面を立ち上げて放送の音を切り替えるのでしばらく無音が続きますが放送さえ終わればああじゃあ YouTube の動画の最初のプレミア再生あと60秒だって終われば通常のモードにしますのでぜひ皆さん見てくださいあ百100人超えたらよかったじゃあこっち一回切りますはい はい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 というわけで見ていただきましたのがですね、うん、この「東京論」のミュージックビデオということで皆さんいかがだったでございましょうか、はい、いいんじゃないかよかったんじゃないですかいいんじゃないですかね 今回楽しいね。なんか <laughs> <え>、みんなで見てる感じが。で、あの、カウントダウンの時ですでにかっこいいって言ってた人います。<laughs> あれはカウンタ俺たちが作ったわけじゃないっていう。<laughs> あれは YouTube。<laughs> あれは YouTube の人褒めてあげてほしい。そ,そうそう、あれは YouTube のクリエイターション。と言ったとこ。あ,あ、ごめん、俺マイク。あ、なってた、って、あ、違んだ。えー、っと、で、うん、えー、今、ナタリーさんがですね、公開と同時に、はいうん、えっと、記事をアップしてくださいました。うん。えー、ラムライダー。 東京の,の MV 公開、そしてフセディが新曲お休みジャケットイラスト担当ということで、うん、え新曲のお休みという曲が1月31日にリリースになるということもえ発表になりました。うんうん、え東京論はラムライダーが新レベル401の第1弾作品として昨年12月にリリースした楽曲、MV はラムライダー本人が撮影した映像を中心に高校2年生の若手映像作家マルルーンが様々な手法で再構築編集した4分43秒の作品となっている。なるほど。えまたラムライダーは1月31日新曲お休みを配信リリースすることを発表、リリース日に公開されるジャケット、 ミュージックビデオ内のイラストは漫画家イラストレーターのフセディが手掛けているということで、うんえー、コメントもついてますのでぜひナタリーも皆さん見てくださいそしてナタリーの皆さん記事取り上げていただいてありがとうございますはい、あねもうあれさらっと新しい発表したえっともう知ってたいや ここで初めてです。そうだよね。東京の。すげえ早口で言ってたけどさ。東京の今、今読んだから、今読んだから。まあ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 。そうなんです。だから、まあ、今はとりあえず、あの、東京論のミュージックビデオの話を先にするとして、はい。え、新曲の詳細も先ほど一緒に出まして。そうですよね。1月31日出ますんで。いや、だからこういう、ショックその、ミュージックビデオのショックを受けてるところにどんどんこう、当てていかないとね、次の情報そうね。みんなの頭をこう、ポアってさせないと。早くその、前段のトークを書き消さないといけないから、今の、今のペースで言ってたら、 気づかかなったそうだね。新曲が出ますよ。お休みという。えこっちはね、なんか、まあ、間違これはちょっと後で話そう。ということで、一言言いたいのニーツ君、お前はいつまでそこに座ってるんだってことよ。ね。はい。木村君と変わってください。はい。というわけで、今、僕らのブースのですね、マイクの前に、カメラマン、木村。カメラマンといってもね、普段僕らの写真を撮ってくれる方の、はいはいはい。木村君ですカキャメラじゃなくて。キャメラじゃなくて、カメラの方のね。木村君に座ってもらってるのは、なんでですか はい。えー、っと、このミュージックビデオの,、うん、あの動画の素材を僕もちょっと協力させていただいたので、うん、あの、今日ちょっと読んでいただいて、遊びに来ました。うん、はい。はい、えっと、最初、さっきちょっと話したんですけど、はい、去年の,そのレーベルの立ち上げから、まあ、ずっと木村君は僕の撮影とかをやってくれていて、うんで、東京論のミュージックビデオを作るっていうのにあたって、えー、っと、まず木村と俺でどうしようかっつって、うんで、こんなことやりたい。で、松本君も一緒乗ってたかな、車。乗ってたわ。なんか、 キムと落合をなんか家に送るとかで、はい、その時に iPhone のなんかこうエフェクトかけられるカメラのアプリとかを使って、車で走りながら東京の風景をいっぱいみんなで撮影をして、はい、でこういう不思議な映像みたいので一曲作りたいんだよねって言ってたのが多分11月ぐらいあれ、ね。それぐらいですかね<で>多分はい。多分そうだね。でみんなでいろこう撮影したやつ、あとレンズをね、iPhone 用のレンズこれやるといいかもみたいなことを言っていて、でそっから、 とりあえず、ちょっと俺とキムでやってみようってなって、うん、で、マルルーンくんっていう、その、今回の監督、昨日17歳になったんですけど、高校<ー> 2>, <laughs> 2年生の彼を僕が SNS で見つけて、うん、すぐ声をかけ、はい、でや、やり始めたんですよね、12月、はい、じゃない、11月だよ、まあ、そうだよ、11月だよ、そうですね。十、は、一、い、月に撮影を始めて、うん、で、彼は学生なので、高校生なので、でね、昼間普通に学校があるし、うん まあそもそもその、あんまり連れ回せないじゃん、夜も。それはそうだよ。あの、男の子なんだけど、SNS で突然声をかけてきた、見知らぬ40歳。<laughs> そこもあった。だからね、本当こういう時にね、ナタリーさんとかで記事があるっていうのはね、うん、ありがたいよ。そうだよね。うん、実は私、こういうことをしておりましての時に、<う>ナタリーぐらいのね、 やめたら本当俺昨日もなんかさ、吉田豪さんが言ってたシンガーソングライターおじさんっていうのがいてさ、<laughs> 女の子のシンガーソングライターの子にさ、なんかいろいろプロデュースしてあげるって言い寄ったりするただのおじさんがいるんだよ。色川さんのことじゃないいろか色川さんは <laughs> シンガーソングライターじいろか色川さんはシンガーソングライターおじさんの中では限りなく白い方のおじさんなんだけど、ね、良心的な。そうだ、だけどシンガーソングライターおじさんってね、ライブに行ったら勝手に PA とかいじっちゃうんだって。 えやばいでしょうん。いろいろ分かってるからって言って、ピいはい、はい、PA いじるんだけど、本当にあのライブハウスとか分かってる人は、うん、人の PA 勝手に触っちゃダメって分かってるから。<laughs> そうだね。そうだからそういうおじさん、まあだから警戒されずにね、回れるんが話に乗ってくれたからよかったけどね。で、打ち合わせをすぐ新宿で3人でやって、うん。はい で、こういうことが、俺がそれこそ今日ミュージックビデオ、好きなミュージックビデオですけど、いろんなミュージックビデオを見せるんだけどさ、例えばケミカルブラザーズのさ、スターギターとかさ、その、俺はミシェル・ゴンドリーという監督が本当に好きだから、彼の作品を見せるんだけど、16歳だから、知らないわけ。そっか。だから、初めて、ああいう、まあ本当に世界中で有名なビデオだけど、見せるものに対しての反応があるから面白くて、で、こういうことを日本でやりたいんだと、いうことを伝えて始めたんですよね。 いろいろ撮影をしながら丸くんに丸くんが高校行ってる間に素材を送ってはい、はい、彼が帰ってきたら作業するみたいな感じだったんだけど、うん、まあなかなか上がってこなくてねそうですね、はい、でなんか僕がやっぱ動けるのがちょっと夜の時間帯だったんで、うん、結構一人で夜の新宿とか風景撮りに行って、うん、その素材をこうお渡ししてたんですけど、うん、やっぱ夜だとこう,こう編集のこう都合でやりにくいっていことがあって、ね、あの要は、うん 夜だと光があるじゃないですか照明とかライト街灯とかあるでしょ光の影が伸びるのでああいう車のシルエットとかを切り抜くのが難しくなるんですよ逆に白と黒でコントラストついた方が編集がしやすいっていう話でじゃあお昼も撮ろうってなってがちょっと仕事の合間をんだろう会社の修行中にスッと抜けてラムさんに車出してもらっていろんなところ撮影させてもらってっていう流れでなるほどね はい、そう、そんでさ、キムがさ、その、ちょっと前悩んでたじゃん、なんか、会社で、あのー、ハブられてるじゃねやん <laughs> えや、ー。ええ <laughs>。いや、まあ、ほぼ、なんか、窓際に追いやられてるみたいなさ。<laughs> はあはあ、で、すごい時間、で、給料はちゃんと出るんだけど、うん、結構仕事振られない時間が長くて。会社、ね、まあ、暇な時期が。そう、ちょうどなんか、部署の配置えとかいろいろあって、まあ、なんか、や、やることもなくて、うん。うん だけど会社に、ね、はいなきゃいけなくてみたいな。で、俺と松本君ほら、なんかこんなことやればいいじゃんとか、そんな仕事なくて給料もらえていいじゃんみたいなこと言ってたんだけど、うん、でそれもあっていろいろ手伝ってくれてたんだけど、ど始まって一週二週ぐらいで、急に仕事が忙しくなって、うん、しかも全然東京にいなくなってね。そうなんです。出張が増えてしまって、はい、昼も動けなくなってしまって。うん で、中盤からはほとんど俺が一人で撮影行ってっていう感じではあったんですけど。なんで、ほぼあの7割ぐらい多分ラムさん撮影の素材が多いんじゃないかなってい。そうだね。今回だか,から、うん、カメラ買ってよかったな。だ、ねちょ、あれでしょ 6300。そう。アルファ6300と、あと iPhone の映像も結構ある。うんうん。あと新宿とかのすごいぬめぬめで綺麗なやつは、キムが綺麗なカメラ撮ってる。綺麗なカメラ。テカテカの。綺麗なカメラ撮ってる。あれなんだっけ、カメラ。あれはアルファ7の。アルファ7 R3 ですね。R3 だね。結構上位モデルのやつで撮ってもらった。あと、えっとね、サハエンターテイメントっていう、空撮の映像専門にやってる YouTube のチャンネルがあって、8K とかで今撮ってるんだけど、 その方に、うん、要はだから、東京の上空の映像を使いたかったんですよ。うん、で、ドローンで撮影もうできないじゃないですか。うんはい、法律で何をやっても飛ばせないし、撮影許可取るのもめちゃめちゃ難しいんですよ。うん、東京の上空の映像を撮る方法って何だろうと思って。うん、えっと、正式に。うん あ、そうだ、ヘリコプターだと思って、うん、それでヘリで撮影してる専門の人のところにお願いをして、うん、あのー、必要な部分のシーンを全部使わせてもらってるんですけど、っていうのを組み合わせて出来上がったのがこの東京論のビデオだと、うん、いうことですね。いや すごい愛着が湧いてるでしょ。湧いてますね。もう自分で撮った素材だしさ。そうだね。道具も揃えてさ。可愛い男の子が監督可愛い。俺可愛い男の子大好きだからさ。ね、そうだよね。可愛い男の子に目がないから。そうだよね。あの可愛い男の子はでもよく逃げなかったよね。最後そうですね。粘り強かったです。どうでしたやりとり全部見てたでしょ、キム。あ、見てた。途中からキムはやっぱりその、やっぱ自分が参加できないから、まあ口出すのは良くないと思ったで。あんまり LINE のその3人でやりとりも途中から、 あの頑張ってねとかだけだったんだけどどうでした見てて、その君の正直な感想をでもなんかやっぱすごい若いなって思いました、あれだけのガッツ、自分にもあったはずなのになって思いつつ、そうねはい、やっぱなんかこう、自分が動けないんで、動けない分、ここ、こうしたらどうみたいな、うんうん、そういう,こうやり取りとかも、口だけになっちゃうなって思ってしまって、なんかその、なんだろうな、勢いをすごい感じて。うん 遠慮してしまった部分も正直ちょっとあるけどね。そう、マル君、ただね、時間を全然守らないね、マル君。時間守らないという語弊があって、常に何とかしなきゃいけないと思ってるから、明日の朝まで送りますって言っちゃうんだけど、俺も長年の経験からして、明日の朝までは絶対上がらないって分かってるから、オッケーっつって、待ってるねって言ったらその日の夕方に来るとか、そういうのが結構あったりしたんだけど、プラス俺がやっぱり、俺の直しもすげー多かったもんね。 すごかったです、ね。<laughs> すごい細かかった、ね。細かった、はい。でもやっぱそれだけ、なんだろう、あれだけ細かくこう、こだわったので、うん、僕その過程を見てるので、やっぱ最終的にあれだけ変わるんだっていうのが、うん、そう、すごい,い。っ使ってるカットは最後までほとんど変わってないもんね。はい、この映像をここっていうの全部、あの,うん、あの、今回の買った、使った映像をね、エフェクトかける前の映像は、うん、ほぼ最初の段階からもうあれだけ並んでて、あの、マリオカートの、 外国人の人たちどこで使うかとかぐらいだね。途中後から変わったの、はい、だけど俺がそのタイミングとかをすげえ言うんだけど、うん、まあやってくれたよね。すごかったです。うん、まあもちろん。 もちろん、丸くんには10時になったら、もうすぐ、すっぱり作業をやめてもらって寝てもらってたんだけど、あの、その限られた時間の中でね、これほんと言い方難しいな。なんか、でどうとか言えないもんね。なんで、あの、丸くんは多分これからいっぱいオファーが増えると思うんだけど、俺絶対今回終わったらもう連絡取れないと思ったんだけど、次は何月ぐらいだったらできますって向こうから言ってくれたから、嬉しいね。嬉しかった。で、今さ、その丸るんくんがさ、高校2年生じゃないですか、今自分の高校の、その映像の課題を今作ってんだけど、 <ス>俺それの曲を。あの いやそれぐらいねやるよっつってうんうんその代わりそこで一日でしっかりデモを仕上げて背中で見せるところは見せた時間は守るよってなるほどねこれが大人だぞそう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 仕事にするってのはこういうことだぞそうなのよだけどね丸くクほんと頑張ってくれたあのいやすごいよあのその辺の方の紹介はおいおいやっていきますしもちろんね兄が作ってくれたロゴもそこら中にちりめられてるのであともっと言えば松本君だって渋谷のシーンは一緒に来てくれてね あそこの渋谷のできたばっかりの,の,タ,イのタイムラプス撮って音がって言ってる人音何だろう見てみるね何人かいます会話が聞こえないとええー、流れあもしかしたらちょっとこうあれなのかも回線が具合が悪いのかもしれないね、うん、まあ後でポッドキャストで聞けない人はすみませんはい、はい、ということでえー とりあえず東京論ね。うん、無事公開になりました。多分ね、なんか、スタジオで見たら画質が不安定だったのは、その回線のせいか、もしかしたらそのプレミア再生のせいかもしれないけど、うん、えっと、4K でほぼ全ての素材を撮影したやつをフル HD で仕上げてるので、割とあの、PC とか、スマホで見る分にはすごい綺麗な映像になってると思うので、気になった人は後でもう一回見てみてください。はい。じゃあ曲いきますかね。いきましょう。今日の3曲目になりますね、さっき東京論が三曲目っていうか、はい、2曲目ってことにしましょう。もうね、何にしたえ出てくるんですね。はい。 デデ、えー、マウスでニューライフはいはい聞いていただきましたのはデデマウスでニューライフでしたはいということで今日はメールテーマがグー <laughs> いつかお腹すいたえ <laughs> しっかり食べてきたんですけどねしっかり食べてきたはい何食べたのえっと牛カツライスを食べました牛カツライス食べたんだ、はい、だけどグーってなっちゃったね ましたね、今日のメールテーマは何ですか <laughs> メールテーマは「好きなミュージックビデオ」はい、ということで、はい、皆さんからの、えー、ミュージックビデオお好きなやつを頂い,いておりますはいお願いします東京。i t <あ>してくれてもいいからねミュージックビデオのやつはい、はい、東京都 YK さん「うん、私が今一番好きなミュージックビデオは、うん、YMCK の「左折して右折して」です、うん、私は全然にわかで申し訳ないレベルなのですが 去年アルバムが出た時のライブに軽率に足を運んだところ、この曲が演奏され、この映像が流れていて一目惚れしました。うん。むちゃくちゃ可愛い。付き当たりをさらに右折、え付、ー、き当たりをさらに左折の前に減速しない勢いが好きです。うん。えー、YMCK。そうです。YMCK。y m ケもデビューがほぼ同時期なんで、うん。頑張ってますね。うん うん、なんかツーマンとかやりたいな、久しぶりに。ね、昔やったんだよな、デビューした頃。うんうん,うんうんうん。なんで。まあまあ、それこそアルバムもね、参加してもらったりしてますそうだよね。見て,よ見てみよう、見てみようん。ミュージックビデオって大変よ、なんかさ、うん。その、あの、自分でもどうかと思うわけ。 1> 1本公開するだけなのに、うん、こんなに盛り上げようとしてる俺はどうなんだろうと思うんだけど <laughs>、うん、ただやっぱこの少人数の少数制の規模でやってるので、うん、やっぱまあキムとか見てたら分かるけども、うん、俺らにとってはこんなの PV 公開するのちょっとしたお祭りだよね、はい、え <laughs> <laughs> お祭りだよね、はい、だからちょっとあの必要以上に盛り上げてしまった恥ずかしい部分もあるんですけどまあ過去にもさ、うん、そのこういうまあ我々の中で、うん で作ってあげようとしたけど挫折してきた歴史もあったから、そう,、ね、そうだから今だったらそれも、うん、そのいろいろ注釈というかこういうものですっていうのをつけて、うん、それこそ史実在があるとかさ、あの。<laughs> 形にはなってるじゃないですか。で、その今回、マルんン君とやった、そういう俺がマルんン君を鬼のように詰める修正みたいなやつを、あれはできてないから、俺は出せてないんだけど、でもあれはさすがにもう公開しないとダメかなって思った。せっかく YouTube チャンネルもあるしね、今度いろいろ上げてみよう。そうだね。という気はします。ちょっとだから YMC k のやつもチェックして、えなんか対話とかできたらいいなと思います。話が飛んでしまってすいません。次。次。セッタガヤ区ブラックマンさん。 もう10年以上前の話ではあるのですが、うん、撮影スタジオに勤務してました。うん、ドラマや CM 撮影以外にも、ミュージックビデオの撮影も数多くあり、YouTube 動画等で見て、当時を懐かしく思い出します。うん、私の印象深い作品は、ウルフルズの任、ま、せなさいです。うん まだデジタルへの移行途中で火や水など実際派手に使用するため、うん、スタジオ管理の側からすればかなり面倒な思いをした覚えがあります、うん、撮影が終わった後スタジオ内は瓦礫の山のようになっていたのを思い出しますスタジオの中で火とかを使ってやってたんだ今だったらできなくったりいんのよねフルフルズのビデオいいよな、うん、フルフルズいいねあれ殿様みたいな格好してるのってガッツだっだっけ あれガッツだぜじゃないかな。そうだよね。あの頃はミュージックビデオめちゃめちゃ金かかってたよな。そうだね。今だからアイデアでね。アイデアと腕で頑張るしかないんですありがとうございます。はい。次。葛飾亀有ゼ0611さん。私が昔から好きで何度も見返してしまう MV は、カイリー・ミノーグの Come into my world と、ライブチューンアディング中島めぐみだっけ中島めぐみのトランスファーです。はい。 両方とも曲の間、世界が何度もループする MV なのですが、前者はループするたびに登場人物が2倍になり、ピタゴラスイッチ的な面白さがあります。ミシェル・ゴンドリ。後者は少女が走って、ジャンプして、空飛んで着地するというアニメーションと、カメラワークは固定で、背景だけ各クリエイターの個性を出しています。背景を変えるだけで、同じアニメーションでも全く違う演出になるのがとても面白いです。うんうん。そうだね。あの、ミシェル・ゴンドリーの、あの、あれは、 カメントマイワールドはめちゃめちゃ好き。うん。あれいいよね。あれいい。まあだから、あれで結構なんか自分のせ、自分の好きな世界観が決定づけられた感じはあって、うん、未だにあれやりたいもんだ <laughs> やりたい、ね、でもマルルーンくんと一緒にやったらあれ以上のことできる今だったら。うん。っていうのはあるから。そうだよね。そうなんですよ。遠からずだもんね。うん。だからマルルーンくんの感性だったらもっとすごいのできるんだけど、高校2年生で次3年生で受験もあるので。そうか。 でしかも多分この東京のビデオ公開されたらそこそこ多分オファーとか来ると俺は思っていて、うん、なので一応今1本だけしかスケジュールを抑えてないんだけど、うん、またなんか面白いこと一緒に多分今年来年とやれるんじゃないかなだって言ってみたらもうその,あのマルーン君の制の作課題で今作ってる映像も別にこっちで取り上げちゃえばいいから 曲誰が作ってるあれ俺が作ってるんだ BPV って言っちゃえばいいから幻の PV って言出しちゃうまあでもあの今のは冗談だけどマルんくんともこれ1曲でそれね本当短い曲なんだけどこれ3分ぐらいにエクステンドして曲としてリリースするのもいいかもねみたいな話をマルくんでもしてるからそんなこともできるのでそうだねだねいやマルくん頑張ってくれたはい次はい東京都スーパーソニコちゃんうん 一番好きな MV はマルーンファイブのシュガーです。うん。式場での演奏サプライズ。新郎新婦の驚く顔がリアルで好きです。うん。好きなアーティストがサプライズで式場に来たら嬉しいだろうなとニヤニヤしながら見てました。うん、えー、ラムさんは MV 公開おめでとうございます。エイジ・デラックス楽しみにしてます。そうだ、エイジ・デラックスの始まったとしますが。うん、俺らもどっか行こうぜ、サプライズ。あ、だからあれ,あれ、京都のあれだ。卒業式だ。<laughs> あれな。<laughs> リスナーのこの卒業式、不景の枠で行って、うん。 それだから、キムカ誰かカ来てもらって、その、サプライズで行くけど、俺たちが泣いてる姿を。で、サプライズ行くけど、リアクションがいまいちっていうのを PV にしようか。なんかそういうのもいいかもしれないね。だって、あの、俺たちは喜んでくれるだろうなと思って行くんだけど、本当に来たみたいな顔されて、とぼとぼ帰るっていう。それでもいいよね、なかなかね。っていうか、サプライズって本来そういう危険をはらんでるものだっていうことを世の中に訴えたい。そう。そうなんですよね。やっぱり、 やっぱりあの、フラッシュモブでプロポーズとかはもう暴力だと思う俺は。あれはそうだよね。ノーと言わせない。そうだよ。ただ世界はやっぱ広いから、フラッシュモブのプロポーズでノーって言われてる動画も YouTube には存在する。ああいうの見るとやっぱね、目がスカッとするの、俺は。モブハラだからね、あれは。モブハラですよ、本当に。なんでね、フラッシュハラスメントだから、あれは。ちょっと、あの、そういう意味ではそういうのが失敗するっていうのを全部こう、 んだ何かを作るの面白かったねちょっとこれをきっかけにねクリエイターの人がいろいろ集まってくれるといいなラムライダーの元にそうだねその作りたいっていう人が来てくれると嬉しい映像とかはさずっとこう音はもうラムが作れちゃうしグッズとかもなんとか俺が手配したりとかして作れたりもしてきたけど映像だけはどうしてもさなかなか納得のいくものを作れるレベルの 人だったりっていうのが、うん、そのいなかったから外の人と一緒にやったりとかして、うん、なんかやるのがいいんじゃないかなって思ってたんで。 そう。お金がかかるからさ。そこだけ俺は頑張らないと。まあそのまま後でエイジデラックスの話につながりますけど。それでちゃんと形になったのは本当よかったなと思いますよ。そうでね、今回ね、そのマルルーンくんはずっとこう2ヶ月ぐらい頑張り続けてくれて、今もやんなきゃいけないこともいっぱいあるし、受験に入ると。だけど、まあ何ヶ月か先にもう一本やろうっていう話になってて、次のやつとかはやってもらえないんですけど、当然。だけど、もうそのお休みって今回のやつも、ジャケットとかちょっとずつ出来上がっていて、でもそれを見た、今、えっと、 韓国から、えっと、インターンで来てる遊びシステムのスタッフで、<お>映像とかをできる子がいて、やりますって自分から声を上げてくれて、<ー>今彼と打ち合わせをしながら、その、今月末のやつも、いいいいえっと、作ってます。まあ、それはもうがっつりした今回みたいなミュージックビデオって感じになるかわからないけど、うんうん、少なくともフルで YouTube に上げるつもりなので、えっと、それが作ってますね。いいねいいね いい流れを作っていきたい。楽しみですね。だからいい流れ作っていきたいから、本当次の公開の時は気をつけてね、次プレミア公開するかどうかわかんないけど、うん、その下の話はもう本当にもう、しょうがないじゃん、今週の話だからさ。いや、もう次ね、本当に。だから、うん 次の,そのプレミア公開の時にはできるだけその抜いたりとかしない毛を抜いたりとかしないようにはするわいやもうあのフセディさん女性に人気だから次の,その <laughs> ジャケットマジ次は俺念押すとの放送前に今日は本当にやめてって分かった初めてのジェルネイルの話をしようもう本当にそうだね<回>ジェルネイルジェルネイルやりに行こう本番 <laughs> 前にね二人でううあの401全,全身脱毛とシミ消しとジェルネイルの話をしようあの薬指に401って寝るしよう <laughs> ロゴの <laughs> マークをかわいいやつね <laughs> それしよう、うん、俺401のロゴみたいなピアスをつけようそうだねそうしようそうしようあ, <laughs> あいいかもそれちょっと考えてああフセディさんも今ね情報会議やってくれて嬉しいなねえいやそうなんですよ楽しみですよねまあ次からいや次早にね、うん、本当その去年の分を取り返す勢いでちゃんとやってますねいや10年分ですよ本当に、うん、だけどやっぱねうん あのやっぱちょっと前からね、松本くんがね、いろいろやっぱサポートに回ってくれてるからね、やりやすいのもあるわね。いろいろ。まだからオーディオギャラクシーも今年10周年とか100回ありますので、その辺も、ま後でいいか、その辺の話は。あと、ビットコインが上がってるね。<laughs> <laughs> それはすごく嬉しい。うん。それこの今のその状況的にありがたいです。そうなんだよ。ビットコインが上がっているという。もうね、本当に。勇気づけられる。そうなんですよ。まあ、皆さんのおかげでね、あの、受注締め切って結構3桁、うん。 もう、IO マる一のグッズの話ですね。制作入ってますね。いいとこいではなくて。そうなんです、そなんで、あの、いろいろこう、できるのもありますし。はい。えー、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、引き続きお願いします。もうちょっとお伝えくはい。お願いします。えー、そうですね、そうですね。どなたあ、えー、広島県、うん、音美かさん。はい。ハーフビーのロデオマシーンです。うん。グルービジョンズによる映像は楽しくて大好きです。うん。 もいいよねハーフビーも同世代だよ同世代だしデビューが近いよく共演京都とかでも共演してたしうんウルビーの皆さんもそうですけどね後で見てみようおさみかさんはねんかよく一緒に映画の話をこう遠巻きにする中ですねあそうなんだあれでフィルマークスでうん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 ありがとうございますはいえそれからあとでまとめてみたいね今日はあったんそれもちょっとフォローしよう記事で横浜ゼニス400さん これはグッドアイディアだと思ってたのは OKGO、OK、の i w ボ n t LET You Down です。うん、地上すれすれから遥か上空までドローンはいろいろ使えると教えてくれた MV でした。うん、OKGO、OK、もすごいよなぁ。OKGO、OK、はだってもう素晴らしいよ。<ー>ってそれが OKGO、OK、みたいなもんだもんね。もうミュージックビデオのクオリティが。そうだね。だからさ、最近思ったんだけどさ、まあ、今んとこね、うん、そのちょっと今その何パターンかレーベルの,その今年のやり方を考えていて、はい じゃあまあ何曲か連続で出すと、無事2曲目の発表も済んで,で、次の準備もすぐしなくちゃいけないって段階で、その先でアルバムをやるのか、それともこのペースで映像もどうにか頑張って毎月1曲今年を完走できたら、 どっちの方がアーティストとしての,その波及効果があるかっつったら多分毎月1曲出す方がいいんじゃねえかなって思ってるんですよ。そ,うだね、その後にアルバムでもいいんだけど、うん、アルバムってさ、うん、まあ10曲とか作るじゃん。はい、そよく考えたら1年に一枚アルバム出すのと、うん、毎月1曲出すのでは作るペースがちょっと違うだけで、うん、そんな変わんないんだよね。そうだよねだ次の年振り返った時に 制作物ととしては変わらないというか、うん、だけど出来上がるものは23曲のシングル曲とアルバム曲っていうものになるわけじゃんアルバムを出すと。かた、はい、やシングルが12曲ってなるわけだよね。うん、そしたらさシングルが12曲の方がよくない、うん、だもちろんそのまとまって聴きたいとかはあると思うんだけどじゃ曲順を最後に俺が発表すればいい ね、今年出した曲の正式に聞く順番はこうですみたいな「<laughs> うん、東京論」「東京論12月に出しましたが最後にしてください」いないんじゃないそういうのなんかそのそれが分、うん、かんないその毎年それができるかどうかは分からないけれどそれが恒例になっていったらすごい楽しみじゃんそのそ<う>年末、うん、その今年は。 どううい曲順になるかそれだけのイベントをしてもらってアルバム曲順会議リリース済みなのに最近それをホン考えてんだよねでもうんか締め切りを作ってアルバムだって集中して他の仕事を止めてやるより自分の生活の中に曲のリリースっていうのを組み込んで基本的にはそれがあってっていうそうだねぼちぼち人のプロデュースもまたやんないともう俺その。 お金ないから <laughs> 今オファーも来てるからそろそろやるんだけどそんな中でこうもうサイクルの中にもちろんねレーベルの立ち上げがあったから大変だったのあるけどあとはだからやっぱ映像を作ってくれる仲間だねとお金だねそこがしっかり回ればまあこのペースで毎月みんなでワイワイやれば楽しいかなっていうのが今のお考えですかねなるほどね、うん、ちょっとごめん最後に話そうと思ってたことだけどまだあまだいろあるから後で話すわはいはいはいもうちょっと行きましょうか1曲いく、うん 一曲いきましょうかはいえっ、ー、と今日は四曲目になりますね。はい。ええー、チャーチズでデス・ストランディングあち待ってねチャーチズごめんなさいごめんなさいはいお願いしますはい。はい、ではチャーチズでデス・ストランディングはいオフですはい。出てるはずだも出てないあれ出てない出てる出てない 曲出てる,曲出てるて聞ちょっと待って放送聞くちょっと待ってえあ曲出てないちょっと待ってうんも、えー、う今、うん、すいませんちょっとトラブルで曲が出てないのでお待ちください,はい、はい、なんで出てないんだこれはい、はい、えーっと出てるはずなんだけどおかしいね出てるはずなんだけど出てないね じゃあ曲ちょっと後で。はいはい。ごめんなさい。うん、えっと、次のミュージックビデオの話お願いします。はい。ちょっと先どうしますかえー、次はですね。うん。としみさんはい。 私が好きなミュージックビデオの一つが、南波志保さんの月曜くじのままごとなのですが、うん、お肉に喜ぶなんちゃんも可愛いですし、うん、シーズサマーの飛び切りのおしゃれして別れ話をの MV で、ミコちゃんが彼氏にソフトクリームを投げつけるシーンが南波さんの目の前で起こるというところも面白いです。うん、とにかく南波志保さんが可愛いので皆さんに見ていただきたいです。なるほど。うん なんちゃんのビデオ大体可愛いよね。そうだね。なんちゃんもしばらく会ってないな。うん。ちょっとスタジオにお呼びしたいですね。そうだね。なんちゃん。いつだろうね、最後に会ったのね。イベントとか、だから、ついフェスじゃないか毎年っていうか。そうか。去年か、ね。おととしのやついフェスじゃないかな。 そうだ、今年もヤツイフェス発表されましたね。あ、された。そう、だから多分、AG デラックスのその候補日とやっぱり丸かぶりだったので、六6月だけ仮にしてたじゃないですか。はいはいはい。多分、俺、例年で言うと日曜日に出るので、もしかしたらそこだけ土曜日に移るかもしれないですかね。はい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 。なんで、まああるいは、あの、みんなが、その、VIP 会員や松本くん含め、やつヤツイフェス 2Days 楽しみづらいぜってなったら、まあスケジュール次第でもしかしたら後ろ倒しも、そうあれ。かもしれないけどね。そこはみんなで様子見て決めましょう。はい。はい、次はい、次ー。うん。 朝霞市サマス屋さんはい私が好きな MV はノーナリーブスの透明ガールですうん主役の男子が脳内で描いていた淡い妄想から目覚める最後のシーンで見せる表情が何ともいいんですねうんうんなるほどねはいノーなかみんな当たり前のようにミュージックビデオ作ってるけど大変だよなうん、うん、いやそうだね本当すごいよとはもうちょっと曲のテストしていいうん、うん、はいこれでかかるかなあったかったはい もうっでは改めて聞いていただきましょう。チャーチズでデス・ストランディング。<ー>はい、聞いていただきましたのはチャーチズでデス・ストランディングでした。うん、小島監督と結構意気投合したってね。ね。チャーチズが。 世界テラスハウスのオープニングにも流れているかと思えば、デス・ストランディングでも流れて。もう日本だけ割と馴染みの、うん、大きいビッグバンドになりましたけどね。ね。さあ、うん、もうちょっとありますか今日は好きなミュージックビデオね。はい、東京論のミュージックビデオ公開に、えー、っと合わせて、そのようなメールテーマでやっております。はい。大阪市、もっちさん。うん。えー、大すみれさん、上坂すみれさん、これ。えーっと、上坂だっけ上坂さん。上坂すみれさんじゃなかったっけ上坂すみれさんの恋する図形。 の m v ですめちゃめちゃ可愛い人な。2016年の作品ですが、スマートフォン視聴に特化した縦型の映像は、当時としては珍しかった記憶があります。うん、インスタグラムの動画で構成されているのも面白かったです。うん。うん見てみよう。縦型で思い出したリリカルスクールのやつとかも。あ、れは本当に先駆けてたね、世界にね。うん、縦型で見せた,った、ね、ちょうどキムともね、縦でも撮りたいねって言ってたんだけど。そうだなぁ。まちょっとマル君のアイデアを待とうかな、次は。うん。うん え次ですねああさっきも出てたけど OKGO、OK、だえっ、ー、と UK さん東京都、うん、メールテーマの好きなミュージックビデオですが面白いなと思った最初の作品が OKGO、OK、の「HereItGoesAgain」です、うん、定点カメラでランニングマシンに乗ったメンバーが踊るのがとても印象的でした、うんうん、この何年か後に Perfume と共演するなんてこの頃は夢にも思わなかったですそうだね出てくるよね、うん あれ、関さんだもんね、監督。うん、そうだよ。だから、ね、あの、OKGO、OK、の IWANT LET YOU DOWN の監督は、僕のあの、アーシャー取ってくれた人ですからね、あの、光るマーカーのやつね。ねうん、みんな繋がってるね、そういう意味ではね。うん、えー、次。うん、横浜市小西鈴木さん。うん、僕の好きな MV は、ジャミロクワイのバーチャルインサニティです。<laughs> いや、笑うとこじゃないんだけどさ。 やっぱり床がね床が床が動くからこれはだってこのお便りは多分放送前にやってるやつだから床動くのに壁動いてないんだからそう不思議高校生の時に見てそのかっこよさに衝撃を受けましたこのゴキブリみたいなの何血みたいなのが床にソファが鳥が今見てもかっこよさは薄れてなくて今でも僕の中ではこのかい芋虫みたいな気持ちが出てくるんだ一回ね <laughs> そうそうそう <laughs> この曲超えるものはありませんあの,、うん、あのローランド・エメリヒ版のゴジラのなんか曲じゃなかったっけあそうなの多分そうだった気がするんゴジラの曲もやってるけどねあのローランド・エメリヒ版ねあのなんかあんまり人気出なかった俺は好きなんだけどニューヨークをなんか出てくる、うん、全然見た目が違うテータで「ティサイン・サニティ」が、うん、違ったっけそれとは別の曲かその「なんてててるででみたいなそれ <laughs> 今のマイケルだけどわかるわかるカロ そうね、バーチャルインサリティではないけど、そう、ゴジラの曲もやってたね。そうだね。あの時期だよね。うん。バーチャルインサリティ。いや、その、この頃のジャミロ君は本当、すごかったなええ時点はスティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨークです。うん。イングリッシュマン・イン・ニューヨークの PV 見たことないかも。あれもいいかも。うん。みんな結構詳しいですね、いろいろね。ね。 スターギターが出てこないな。スターギターもあったよ。スターギターを出してくれてたのは、新潟県燕市の要さん。ん。ケミカルブラザーズの題名忘れましたが、走行中の電車から風景を映していて、風景と電柱とか建物とかがリズムになってる MV。いやー、そうだから。ゴジラの曲はディーパーアンダーグラウンド。そうだ、ディーパーアンダーグラウンドだ。 あのー、スター、スターギターをそうだ、見せたんだよね、あの、喫茶店でね、新宿の、あれなんだ、あの喫茶店は。 ルノアールかルノアールかなで、16歳の少年に、こケミクラブロザーズのこれがねってってなかなか16歳の子ルノアールいかない。そうなんですよ。あの、そこで見てもらって、マくんに声をかけたのは、僕はずっと若い頃からこういうことがやりたくて、マくんのその映像を見たときに、これのもっとすごいやつができるかもと思って声をかけましたという話をして作り始めたんですよね。いや、いいよ、本当に。今日話が飛ぶ、俺の中で。ちょっとごめんね。 いろいろ考えてると話が飛んじゃう。うん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 。いやー、ケミカルブラザーズも大体いいもんな、ビデオが。そうなんだよ。うん。素晴らしいですよね。うん。レッドフォーエバービーとかね、すごい好きです。顔が大きくなあれもミシェル・ゴンデリーだね。そうだよ、<れ>ミシェル・ゴンデリーだね。うん、顔がでっかくなっちゃったりとかしてね。うん,うんうんうん。うんすごいよな。だからなんとかここからこう、踏ん張って、金をかき集めて、丸クにもっと金のかかったやつを取らせたい。うん <laughs> けどちょっと高校出るまではまだダメだな。うん、そうだね。うん、受験は人生が分かってますね。そう,そうそうそう。そんそですね。うん、その彼は都内の,なんかその高校に通ってるんですけど、あんまりプライベートもことはあれだけど、うん、あの別でね、模型を作るすごい人を見つけたの。うん、めちゃめちゃミニチュアとか精巧なミニチュアを作る人を見つけて、うんうん、で、なんか見たことあるかどうかわかんないけど、その ゴミ捨て場とかのジオラマを作るのよ、その人が。はいはいで、本当にその半透明のゴミ袋の中に入ってる雑誌とかまで全部作り込んだこれぐらいのちっちゃいなんだけど、をいっぱい作るジオラマ作家みたいな人がいて、その子二十歳か21歳とかなのよ。へえ。モズ君っていうのかなで、それを俺その人と、えっと、何かのイベントで会って、その本も買って話をして、で、えっと、家に帰って、で、マルン君に、 今日こんな人がいてね、っつって。で、うん、この人のこのジオラマとか使って、る、うん。マルルン君と、うん、あの、なんかやったら面白いかなと思ったんだよね、って言ったら、うん、あ、この人高校の先輩ですって言われて、えー、お前の高校どうなってんだよって <laughs> 才能の集まりかよ、みたいな。<laughs> すげえな。東京はすごい東京の高校すごい <laughs> <ー>と思った。 すごいね。いや、2020年代はこの人たちですよ。だから僕は本当にあれですよ。なんかフックアップどころじゃなくて、この子たちの感性についていける面白い音楽を作れるように頑張る10年だなって本当に思った。そうだ。若い子と仕事してたいもん。やっぱり。なんでちょっと独特の地位を築いていきたいね。ラムライダーはラムライダーて自分の言うことで。マドンナみたいに若いサイトを。俺レオタード着る俺もう本当に。レオタード着ちゃう。サンプリングもできるし、フィルターハウスもやれるから。そう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 。 あのビデオでやっちゃう。丸々と一緒に。レオタード着てね。うん。うんだな。そんなとこですかね。どうですそんなもんですかもうちきますそんなもんですかね。はい。ありがとうございます。たくさんのお便り。今日はあの、ちょっとね、あの、ミュージックビデオにかけていっぱい読ていただきましたが、はい。まあメインはその東京ロンのミュージックビデオが今日公開されたよっていうのと、えっと、お休みっていうね。はい。え、新曲が。が、えっと、いつでしたっけ ?1 月31日です。1月十一日。あの、もう結構、 迫っているねもうね、なんとジャケットの納品もデータの納品も終わっております。あら。配信サイトには全部登録済み。これからね、ビデオ後のまちょっと詰めというか、えっと、ふせさんでもまだまだいろこうお会いしてやらなきゃいけないんですが、これも楽しみにしていただいて、これもね、なかなか意表つく曲調というか、まあ最初こんな曲だから次あたりちょっと激しい曲と思うかもしれませんが、この曲もかなりゆったりした曲なんで、まあお休みっていうぐらいですかね。BPM2 ぐらいですかね。遅いですね、こっ <laughs> あそのピッチも全部遅 <laughs> いうやつだねそうそうこちらも楽しみにしていただいてああ 1>, 1回だけライブでやったことがある曲なんですがほとんどそれを聞いたことある人はいないと思うので、うん、あ聞いたことないことないけど覚えてる人はいないと思うので、うん、ぜひ楽しみにしていただいてということで、はい、さあここからですね告知で言うと、はいえー、整理しますと、うん、そうですねあとこの東京論のビデオとにかくみんなツイートして拡散して、うん、えっとあれどっか 一家のポイントを超えるとやっぱバズるっていうのが線が多分あるんですよ。<う>ここを超え、この外側に行くと広まるっていう。そこをどうにか乗り越えたいので、ちょっと俺もちょっとツイートとかしつこく頑張るんですが、うん、皆さんにも拡散とか、あるいは本当に周りの友達5人にあのみんなが見せるだけでも、あのめちゃめちゃ再生にはいけるので。うん ぜひちょっと皆さん協力をお願いします。あの、ここまで引っ張ってきたからね、ちょっとみんな燃え尽きちゃってると思うんだけど、そのプレミア再生で。こっからなんで。こっから再生を伸ばすとてうあとはみんなもあの、日々、なんもない時に再生回してくれればね、見てくれればそれだけ再生回数増えますので、えっと、再生回数も名刺になるので、ぜひなんもない時、みんなもね、スタッフのみんなもなんもない時、ぜひつけて回しておいてください。えそれでなんだっけ。あ、で、エイジデラックス。はい。エイジデラックスの、えっと、チケットが、 えっと、ほぼほぼ、瞬殺っていう形で、えっと、出まして、はい、今、えっと、3ヶ月の VIP パスっていうのだけが、うん、あと一席残ってるんです。お<う> 1>, 1月から3月まで全部、はいえっと、入れて、うん、で、えっと、配信でも見れるっていうのが出てるんですが、他は全部完売になってまして、はい、で、今日会場の下見に行ってきたんですけど、うん、えっと、まあ、VIP パスは全部、VVVAP っていうのは完売なんですけど、これは、はい、えっと、半年間毎月やる全部のイベントに来れるパス。うん 兼、えっと、これない人は配信でも見れるっていう、やつです。はい、で、うん、えっと、今、1月26日にあるイベント、一部二部とも当日券というか、当日、なんていうのこれ、うん、一部のチケット、二部のチケットっていうのは完売してるんですけど、ねうん、おそらくこれが、えっと、追加が5枚から10枚くらい出せそうなので、うん、えっと、 買い逃したという方はえっとちょっと情報を待っていただくか、はい、まあ、うん、あるいはもう欲しいっていうレスが人数になったら、うん、その場でも販売しちゃってもいいし、うん、ちょっとそれは考えます。まあ、はい、生放送聞いてくれてる人をやっぱ優先したいっていうのもあるので、うん、でえっと1月から6月まで毎月エイジデラックスやるんですが。はい まあこれ、東京でやるということなんですけれども、現実として、現実問題として、僕らが今、ちょっと東京以外でエイジー・デラックスをやるのは、ちょっと今、えっと、すぐにやるっていうのは、費用の面で難しいですよね。うん、で、うん、えっとこの1月から6月までっていうようにしたのは、やっぱりこれで今、今回、半年分のチケット全部買ってくれた人っていうのは、何十人もいて。うん あのー、もう本当に松本くんが持ち逃げしないか心配なぐらい、ちゃんと資金として今プールできてるわけですよね、うん、今。で、会場のキャパもこれで毎月ちょっとずつ増やせるし、当日券増やせば、いろいろやりやすくなるっていうのと、今月の後半、えっと、年の後半は、じゃあこの資金で、うん、えっと、いろんな地方開催とかも俺はやりたいと思っていて、はい、これも松本くんが食べたいもの次第。うん。もう好きなとこ行っていい。<laughs> えぇ、ー っていうことなので。で、これはだから、その、なんだけど、やっぱ集客の問題ってどうしてもあるわけですよ。そうですよね。もう東京論っていうぐらいで、僕ら東京ベースに活動してることに変わりはないので。で、特にオーディオギャラクシーは遊びシステムとは関係ないところでやってるから、僕らの完全なインディーズの活動なんで、とはいえいろんなところに行きたいと。過去には大阪にも行ったりしたし、札幌に行ったりしたし。で、えっと、なんで僕らが地方開催をすぐやろうと思えばできるけど、やらないかというと、僕がね、あの、どこでやっても、成立するんですよ。 な、うんそれでかっていうと、うん、東京のお客さんが来てくれるので楽しみにしてくださる方もいるけど、うん、それと同じかそれ以上の人が東京から結構高い交通費を払って来てくれたりするから成立するんだけど、うんはい、もちろん来てくれるのは嬉しいんだけれども、うん、あんまそれに頼ってやっているとよくないなと思って、うん、なんでまずこの前半半年はいろんなことを遊べるための。 えっと、予算もやんないといけないし、そもそもこの放送自体ずっとみんなに持ち出しでやってくれてるので、ここももうちょっとこう、なんかやりたいし、っていうところでやるんだけども、もしかしたらね、4月5月にいきなり札幌松本君が行きたいって言ったら札幌でやるかもしれないし、それはあのビッグパスの人は入れるから。だって入れるって言っちゃだからもう6月まで。そうだだからそれをやるかもしれないし、あの今年の後半に向けて。で、今その自分の活動、レーベルの活動の方でももちろん DJ とかライブをこれから、 再開するるを伺ってんだけどもそれとオーディオギャラクシーセットにして地方行くってったらもっと現実的にできるしさそれ今考えてるんですよなんでえっとなんだけど例えば今日みたいな東京論みたいのがめちゃめちゃバズったらそれだけで地方とかもう行けるようになっちゃうのねこれが何十万再生とかいったらだからやっぱりその今あるリソースをミュージックビデオとか曲とかネットでの広告とかに しっかり前半は裂いて、うん、日本中の人にラムライダーっていうのが活動してるっていうのをもう一回こう、うん、知ってもらってから、うん、多分いろんなとこ行った方がいいんですよ。大阪とかにしてもそうだし、札幌にしてもだし。なんでちょっと今年の前半はそのまずリリースしっかりやるっていうのと、地、うん、固め、リブランディングっていうんですかね。うん、401もそうだし、多分今んとこうまくいってるはずなんですよ。僕の狙い通りで。レベルの立ち上げから東京ロのビデオまでうまくいっていて。はい、なんでまあ どれぐらいこれが僕の体力次第ってもあんだけど、うん、うまくやってって、うん、後半はいろんな人とねおいしいものを食べるの違ゃうか松本君とおいしいものを食べるためにいろんな街へ行ってみんなと会えればと <laughs>、うん、もちろん東京から来たい人は来てくれていいんだけどうん、うん、その,のね東京の人たちにこう頼って外に行くのもそうあ、ね、うま東京の人たちね 先細りしてしまう。そう、東京の人たちね、話すと楽しいから行ってるだけですって言うんだけど、絶対俺ファン心理として、行った先でラムライダーを寂しい思いさせちゃいけないって絶対あるはずだから、あんまそれで来て欲しくないというか、そうだね。旅行をついでったらいいんだけど。甘え続けるのそうそうそう。きっとどこかで。そこってリアルなことじゃんするよね。そうそう。だってみんな歳も取るし。だけどみんなで愉快に歳を重ねていくためには、この後増やさなきゃいけない。増やさなきゃいけないから、お前本ほんとそういう下の話は、ほんと、やめろよ。 それだ最終的に何が金「金玉」の話で「<laughs> いきます」っていう人もいるかもしれないよ <laughs> まずまず女性が共感できないんだからなそれ <laughs> 金玉ないもんねそうこれをねずっと金「金玉ないから金玉ないからそ金玉ない人とも」「<laughs> 金玉ない人と」じゃないんだよ <laughs> もう大きいだ俺たち<も>今これタイムラインにもう俺に直接松本さん金沢でカニ食べましょうよってお誘いが <laughs> それは個人でやっていたりするユー合戦が始まったちょっとこのなんかあの東京変調て思われるのはすごい心苦しいんですが、うん、考えてないわけじゃないってことが伝わるばいい、うん、そ,うそ,うそのやるのはやれるけどっていうあんまその無理してやって先細っ っって言って言は意味がないの割と堅実派だから地方の小さいイベントとか来てくれる本当に嬉しいしこれからも多分俺の顔の浮かぶ人が結構いるんだけどうん、うん、ファンたちでもこれからも来てくれるし嬉しいけれども、うん、やっぱり交通費って別に俺たちに還元されるわけじゃないお金だから本当に納得して旅行をいでで来てほしいだからその、まあ、東京の人たちも、うん、やっぱりその。 やるんだったら見に行きたいっていう人もいると思うそうこの松本さん、金沢でカニ食べましょうよのテンションすげえな、これ。肩たいてるんでそうそうそう。いいよね。そうなんですよ。なんかさ、例えばじゃあ、地方でやるとしても、コンプリートしたい欲のある人もいると思うわけ。東京とかに住んでて、じゃ福岡とか、じゃ金沢とか。で、やるって。 なった時に、うん、じゃあ今年の後半全部地方でやりますってなったらやっぱしんどいじゃん。うん、だからそれはその旅行で行けるにしてもほどほどのいいペースで行けるぐらいの感じで。 やれたらいだ、ずっとさ、去年までの放送で、リスナーの話を俺は実は聞いてないようで聞いていて、やっぱりスケジュールが早く出るっていうのは何よりなんだなってことは分かったから、今回、半年分ね、6月は仮だけど、出してるのもあるから、今年の後半なんか地方でやるってなったら、めちゃめちゃ早めに出すだろうから、安いチケットとか、まだ久々飛行機だったりそういうので来てほしいしっていうのと、あとやっぱり、なんで VIP チケットを作ったかっていうと、 まあその救済措置と、だここが難しいところで、救済措置ということで来れない時のために動画をね、その会員向けに配信をするんだけれども、うん、これ特にその、売るときにあえては言わなかったんですけど、うん、もちろん地方の方で VIP チケットを購入して、うん、シーズンパスを買って、うん、全部来れなくても極端な話いいんですよ。動画で見れるから。うん、ただ、うん その動画配信コースっていうのを作ってしまうと違うかなと思っていて、うん、例えばそれが一般のチケットよりちょっと安いとか、っていうことはしたくなくて、うん、あくまで行きたいけど来れない人が来た人と同じ金額を払って、うん、見れるものだったら動画配信もいいかなっていうのと、うん、あとやっぱ俺ら生,生っていうかそのエイジ・デラックスだと余計なこといっぱい喋るから、うん、それも全部その配信には入るので、その辺のテンションが分かってくれる人じゃないと、うん その共有できないから、そういうものを設定。うん、やっぱ半年分お金を払ってくれる人っていう設定をしたのもあって、実際と地方で買った人で、1月はいけないので、当日に回してくださいって言ってくださる人もいるから、その分は出すんだけど、うん、だからすげえ考えてやってるんです、俺。うん、いろいろね。いろいろ、うん。考えてないようで、ね。あの考えてないようで、いろんな人のことを考えてやってるということが伝わるといいかな。うん、そうだね。あと、<で>あと今。ジデラックスはさ、うん、俺らの都合でスケジュールが組めるから、うん 先に情報が出しやすいから出てるだけで、うん、そうじゃないものも、いろいろまあ、計画してるものあるわけじゃないそうよね。そうそうそう。その401。そうですよ。で、とか。そうなんです。なんでちょっと、まあ、今年はいろいろバタバタしますが、うん、まあ基本的に他の,そのアイドルとかアーティストとかの運営もそうなんだけど、うんうん おそらくいろいろ不満は出るんだけど何をやっても絶対そこまで想定した上で、うん、今はこのやり方しかないっつって出してるはずなんですよ大体のところはそうだねそのお互いにとって、うん、ま妥協ポイントじゃないけど、うん、まあ最善と思うところでやってはいる、うん、あとあのオーディオギャラクシーも401もみんなが想像しているのの3分の1ぐらいの人数のスタッフでやってるからね <laughs> マジで、うん、そして大部分をまあ オーディオキャラクション本当に松本くんのおかげでここまでできたけど、うん、まあ今年は特に俺それも50-50に戻そうと思っているから、運営も今すごいやってるし、うん、で401はほぼほぼ一人でやってるので、うん、ちょっとそこをこう応援してもらえると嬉しいなそうだね。というとこかな、うん、ちょっと長くなっちゃいました。あ、オーバードライブくんは、オーバードライブ君がチケットないってツイートしてくれたおかげで、俺当日券追加で出そうって思ったから、もうオーバードライブくんには売ってあげる。うん、<laughs> 当日券売、はい、<laughs> ってあげる。<laughs> あの、その、あのツイートを見て今日すぐ放送前に下見

さあ、ということで、エンディングでございます。はい、え、もう本日の告知といえばもう、東京論のミュージックビデオが公開になったと。うん、はい。え、非常に面白いビデオが仕上がったんじゃないかと思っております。うん、え、新しい若い才能と一緒にですね。うん、え、だから、平均年齢3くつぐらい <laughs> そのまあま、い俺が大幅に引き上げてるけれども。で、たった東京論、実際に関わってるの全部で4人。 うん、俺、うん、マルン君、キム、とそのサハエンターテイメントの,その空撮をやってく、うん、人、4人だけで作ったビデオですので、ぜひあの、こんなことが、ね、できるんだというところを見ていただければ、いいと思います。うん、そして、えっと、ナタリーでも発表になりましたが、次のシングルは、1月31日、うん、おやすみ丸というタイトルです。こちらはですね、インスタグラムですごい人気が えっと、出て、はい、今はもう漫画家にの道を歩んで、実際単行本も,も出てて、僕もすごい好きで、スタジオにも、えっと、2冊出てるやつがあるんですけど、うん、えっと、フセディさんという方がジャケットを書いてくださいます。ジャケットプラス、はい、えっと、何枚か書いていただいて、それをもとにビデオを作ろうと思ってるので、うん、こちらも楽しみにしていてください。うん、フセディさんの漫画マジで面白いので、うん、実はもう1年以上の付き合いで、うん、あのー、いろいろ、実はね、メジャーでやって、 やろうとしたこともあった時からもう、杉さんとやるのは決まってたんだけど、はい、それをやめて、レーベル自分立ち上げるっていう方向にシフトしても、ずっとあの、プロジェクトを存続して一緒にやってくれてて、もう普段、あの、会って話をすると、大体もう、プライベートの話しかしないぐらい、割と友達みたいになじゃなんですけど、え彼女の作品もすごく面白いので、ぜひ、あの、発売までにみんな買ってチェックしてください。はい。以上ですはい。えー、AG デラックスが1月26日ですね。26日。これも今週中に追加のチケットの案内しますので、はい。あえー そう。なんだいあのさ、うん、今日全く話してないけど、AG 流行語大賞、投票を開始してまして、で、えっ、ー、と、今、ま、あの、オーディオギャラクシーのホームページの、うん 下スタの方にも投票開始っていう記事があるのと,、うん、えーとオーディオギャラクシーのちょっと前のツイートにもリンクが貼ってあるので、うんえー、投票どしどしお待ちしてます,てます来週発表しましょうそうだね、うん、であのポッドキャストの編集今日全部2週続けてやっちゃうので、うん、ごめんなさい、えっと、ポッドキャストで追加の、えっと、会話のやり取りも出てるのではいで一応もう YouTube には全部ワードは上がっているので、うんうん え、それをチェックして、え、投票してみてください。最初はそれの発表でもやりましょうね、ということで、えっと、もう2週間、3週間でまた次の、えっと、シングル出ますので、デジタルで。ねえ、すごいね。頑張ってるね。えらいいらい。ああ、嬉しい。い。ただ、本当金がない。もう、本当に、お金ちょうだいま、どうん。お金かねか。うん。もう、俺は欲しいよ。前からうまい棒しか食べてないもん、俺。 嘘本当にじゃあうまい棒あげようかうまい棒もうたくさん嘘嘘大丈夫大丈夫全然大丈夫だってね AG デラックスが中野サンプラザみたいなところでこないだ行ってきた俺そうだね AG デラックスそうだなあのいいんだよねライブより AG デラックスのがお客さん入っちゃうみたいな状況でも別にいいわけだよいいよ最悪ねそうだねだからそうあの 今悩んでるのは、もうちょっと話すけど、2>, うん、2月にさ、はい、またエイジデラックスやるじゃないですか、うんで。そこで例えば2月から6月までみたいなパスを出すのかどうかっていうところですかね。それを出すと、それは別にもちろん値段的には1ヶ月分安くなるんだけど、うん、それをさらに買う人が増えると、プラス当日券、プラス当日券。で、うん、当日券がもし売れなくても別にイベント自体はできるって形で、うん、キャパを大きくしていくことはできるので。うんうん キャパが大きくなるしたかってね、内容も過激になっていきますからね、我々ね。毒舌ですから。もう。だんだん着る服が減ってきますからね。いろんなとこから違ってますからね。やってきて。ほんとやめろよな、金玉がらちとかさ。全部俺が言ってんだよ、今日。全部俺に言わそうとしてんだよ。なんならちょっとその話気に入ってきたわ。そうね。ということで。えー、以上ですかね。はい。 じゃあということで、この後は、まあはい、僕らはアフタートークやってまたポッドキャストやりますので、はいえー、ぜひ楽しみにしていてください。以上でございます。はい、お送りしましたのはラムライダーと松本でした。また来週さよなら。さよなら。なら東京ロ見てね。<ー>はい、えー、1月14日火曜日、オーディオギャラクシー、ポッドキャスト限定、アフタートークです。今日のメールテーマは、えー、好きなミュージックビデオということで、 本日、東京論のミュージックビデオ公開に合わせて、このようなメールテーマとなりました。うん。はい。で、今日の10時半から、えっ、ー、と、YouTube プレミア公開ということで、うん、はい、えっ、ー、と、ここにいる皆さんと、で、うん、えっと、画面の前で待機してくれた方々と一緒に、えっ、ー、と、うん、YouTube のプレミア公開で東京論を見ましたね。あ、今日うまいね。はい。仕切りが。<laughs> 上手じゃん。そうですか。うん、ありがとうございます。 はい。それで、リアルタイムに皆さんのね、こう反応なんかを見ながら、一緒にワイワイ、うん、えー、YouTube で、えっ、ー、と、ミュージックビデオを一緒のタイミングで見れたんじゃないかなと思いますが、うんうん、で、その後、えっ、ー、と、いろんな、えっ、ー、と、撮影の秘話だったりとか、うん、まあこんなところが苦労したとか、まあそんな話が聞けたので、うん、まあちょっとそのあたり、もうちょっと掘り下げて聞ければなと思うんですが、何、うん、かこう、あの、見ていると、うん、まあなんかこう、いろんな東京の風景だったり、はい、結構、 僕が見た感じはこう臨海地区というか、うん、まあお台場だったり豊洲の辺りでいろいろ撮影されてたのかなと思うんですけれども、うん、なんかこ,うこだわりのポイントとかかはあるんですかこだわりのポイントこだわりのポイントなんだろうな、うん、確かに東京の東側がちょっと多めだね、うん、それはやっぱり自分が住んでるのが東側だからっていうのもあるんだけど。 えビルのシルエットがやっぱりあの辺は綺麗だし丸尾君にやってほしかったのはそういうことだったので、うん、やったのはでかいですかねまあでも一応原宿とかね新宿とかも一応撮ってはあるんだけど抜けのいい空のはやっぱりああいう臨海地区とか、うん、お台場の方とかやっぱ綺麗だったかななんかオリンピック感まあたあと松本君と最初にいろいろこう回ってる時に話してたのは、うん 最初の方で出てくるんだけどもう完成してるけど撮影当時は競技場国立競技場がまだ建築中だったんですよなんでちょっとその建築中の膜がかかってたりとかその感じは残しておくと後で見た時にあの時に作ったんだなっていうのが映像に残るからいいかなっつって意図的に入れたりとかはしたかねだから東京に住んでる人のタイム感が出るようにはしたかな。 だから観光名所にならないようにっていうのと、うん、あと撮った中で印象に残ってんのは、うんえっと、俺が運転をしてキムが撮影をするっていう日があって、はい、走りながら運転してるやつとかで,、うん、でそれはこう俺がこの辺が中身がいいっていうのを事前にってとこ話してたんだけど、うん、途中でその、うん、マリカー 外国人の人たちがカート乗って走ってるのに遭遇して、うん、まあ遭遇ってかよく合うんだけど俺の考える東京の中にあれが結構大事,大事というか,なんか外国の人も見るしあれ東京っぽいじゃんって思っ、ねうん、で。 キム、キムボヤボヤしたから、うん、キム取れ取れっつって、窓開けで取ってもらって、<laughs> うん、キム手振れ手振れっ,って、キムが手振ったら <laughs>、手振ってくれてね。<laughs> キムカメラを回せばか野郎とそう、お前手振れ俺はって <laughs>。やったらで手振り返してくれたところが、入ってるんですよ、そのまま。入ってるね。で、なんかちょっと遊び心で、うん、その、マルーン君との遊び心で、目線入れたりしてみたのは、うん、そのなんか、なんだろう、あの、 全然合法なんだけれどもあのマリカーという存在の危うい感じみたいなものもだんだん出せていいなっていうのがあってあいなりありましたねだ割と一個一個のカットに意味はあるんだけどあんま見ないで意識しなくても目で見て楽しいビデオにはなってるはずいいですねインタビューはいい仕事しますね今日そうですあとこの東京論ののジャケットあるじゃないですかこれってどこで撮ってるんですかここれはね え、か、この間28日行ったよね ?1 月、12月28日。はい、見せたよね見ました。あえて聞いてんのそうです。あ、知らないふりして聞いてくれてるのさ <laughs> <laughs> すが、そんなこともできるようになったの。<laughs> すごいな。そうです。あのー、銀座からこの間28日って松本くんだけ来れなかったんだけど、うん、他ほぼ全員揃ったのよ。はいはいはい。で えっと、その例の,あの,色あの色川さんが嫌がらせで止めた車の駐車場が1万2千ぐらいあったそこで <laughs> みんなが乗り込んで、うん、全員乗って、うん、で俺もお酒飲んでたから新津君が運転してくれて、うん、でそこから秋葉原の方にスタジオに戻る途中で、うん、日本橋の交差点で止まってもらって、うん、ちょっとみんな右見てみてっつってうん、うん、で右見たらそこがちょうどそのジャケットで撮影した場所だったんだけど、うん、だ日本橋の高速道路の下の辺りだねあれね。 確かに、えーうん。なんで、あの辺ですね。だやっぱり、うちの、こう、僕の生活圏内ですね、あれも。でした。うんうん、なるほどね。ねジャケの候補の中には木村くんの写真もあったんでね。キムには、その、ジャケの撮影の段階では、いろいろ、こう、うん、相談乗ってもらったな。です。マスさん、ミュージックビデオ見てどうですか、うん、うん、よかったですよ。うん <laughs> そうですどこら辺がんかさ、うん、あの一見その車がただ前後してるのかなと思いきや、うん、そのスターギターのやつみたいに、うん、その音のリズムと合った速さで動いてたりとか。 してるんですよねあれね。そう,ねそうそうそうなんかそういうのがだんだんそのスターギター初めて見た時も思ったけど、うん、そういうなんかこう何度か見るとあここってこうでこうなってんだっていうのがあって気づきがあって何回も見ると面白いミュージックビデオだなと思いましたよ。ありがとうございます。うん、しかもそうあれマルーンクやっぱすごいのはただのこう再生逆再生じゃなくて、うん、周りの風景は普通に動いてるのに。うん 車が一台だけおかしな動きをしていたりとか。そう、それが不思議、すごく。普通に、だってあれ、手持ちの、俺の手持ちの映像を使ってるのがいっぱいあるのよ。手持ちの映像の中で、不思議なことを起こすって、うん、なかなかじゃないですか。うんうん、かその辺はゆっくり見てもらえると、面白いかなと思うね。だっておじさん、手前で何人も同じおじさん歩いてて、後ろでビル踊ってるって感じだからね。うんうん、そうなんだよなだその辺は、何回も見てもらえると、面白いかな。うんうん、そうそう。 なんかこのミュージックビデオ見て今のそのまあそのビデオ編集の技術でここまでできるんだなっていうふうにすごいびっくりしましたね、うんうん、そうだね、うん、いやまあでもねやっぱマル具ンがすごいよセンスがうん 俺がここ車こうやってやってとか言ってるわけじゃなくて俺はもう彼をひたすら信じてただただ東京の風景を撮影しただけでうん、うん、彼がやってきたことに対してもっとこうして合わせてはったけど、うん、あの世界のこう地殻変動みたいな起こしたのは全部彼だからうん、うん、いやすごい才能だよまるくん君のアイデアがベースにあって、うん、それをこういうふうにもうちょっと見せたいっていうのをラムが返してっていう感じかそうそうそう,そう,そうなるほどねしかも今回の曲は、うん、実はめちゃめちゃゆったりしてるから、うん、難しいんですああいうことすんの 早い方がねそうもっと早い曲だったらやや、ね、ああいうことできるし、うん、彼は早い曲でそういうのやってきた人だったから、うん、彼にとってもすっごい難しいことやってて、うん、こういうゆったりした曲で、うん、しかもちょっと優しい感じの曲じゃないですか、うん、してでエッジのある、うん、人をドラッキーな気持ちにさせる曲じゃないのにああいうことをちゃんとやって仕上げた。うんうん っねね。やっぱすごい、ねうん、ただまあそれをそうだね最後の最後までやっぱこう詰めたのは俺だね、うん、<laughs> もう今導入から自分を褒め出したなっていバレたバレて <laughs> まだやっぱダメだよそは、ね、一応待ったよ、うん、一応待ったけどバレてはいた、ねうん、そうだね、うん ちょっと着地迷ったんだよね。そうね。顔がそういう顔になってたから。今すっごい恥ずかしいな。そう。最後に自分を褒めるギャグの着地で足首をひねった。恥ずかしいね。そうなんです。なんでぜひ見ていただいて。これバズったりなんか本当 MTV とかのショーとか取れないかな。これ取れるクオリティだと思うんだよな。いや、いいと思うよ。負けてないと思う。なんか本当今までもそれこそラジオボーイだって。 三、四人で作ってるじゃないですか。そうだね。俺と竹内くんと松本く、うん、そして、えっと、僕たちが、まあ、僕がオファーして、二人来てもらったんだけど、うん、これも途中で多分俺がもっとこうしたい、したいってなって、だいぶ監督の,、うん、あの気を丸くしてしまって、<laughs> 最終的に監督降りてんだよね、多分ね。俺が監督だから。そうだよね。ねそうだよね。うん、で、俺は気に入ってんだけど、うん、でもやっぱりあれはもう、俺と松本くんと竹内くんと、その来てくれた方で頑張りました感の出てる精一杯のビデオだったので、うん あのクオリティで終わりたくないというのは今回すげえあって、あと、その、さっきも言った、非実在があるみたいな、あの、クオリティで、えっと、あれがクオリティ悪いとじゃないんだけど、詰め切れてないものだけど、とりあえずビデオとして出すのは大事っていうので出すの絶対やりたくなかったけど、オクラにも絶対したくなかったので、今回はそれがちょっと自分の中でやっとそのトラウマをこう、解消できたなっていうのはありますね。だからオクラになってるビデオも見せたい。 っていうとだねはいあれがあったからっていうのはあるよねだってやっぱあれで結構周りの仲間のテンションをすごい下げてしまったっていうのはあるからそういう反省もあるしだから今回このビデオみんなにもう一回ねメンバーにも見てもらってその秘術在をどう今からどうどういう公開の仕方をするのかもう手を加えないであのままちょっと見てもらうえっとタイミングを作ってでまたライブの話とかをねみんなでできればいいなと思ってますけどねはいちょっと真面目な話になっちゃいましたがいんとこでございますはい で同じタイミングで今日ナタリーさんからお前今日インタビュアーなの今日 <laughs> あのすげえしっかりできてんじゃん今月末ず0ぐらいスタしてきてるね,ね、うん、おやすみという曲の情報公開もありましたけどちょっとこの辺りの情報もちょっと教えてください <laughs> お前すごいな今日どうしたん <laughs> えっと、さた、からてきあの、一月三十一日のリリースの曲は、えっと、お休み、ま、るまあお休みね、お休みっていう曲で、これはえっと、えっと、今の考えている予と、やっぱり発売日に、ジャケビデオ、曲、全部一気にドンっていうパターンでいこうと思って、プレミアッビデオ。ミュージックビデオ。プレミア再生の弱点はね、その URL だけ知ってる人に先に見せるが一切できないんだよね。ああ、だから。 ギリギリまで、えっと、非公開 URL にしといて関係者の人には見てもらって、うん、残りの期間でプレミア再生に切り替えるっていうのがいいかもなっていうのが今回の気づきでしたけどだからこれまた発売日にドカンと情報を集めてやってみんなでお祭りっていう感じでやろうかなと思ってるんですけど曲としてはテーマはえっと「安眠」。 眠りにつく曲みたいな感じにしようと思っていてバイノーラル録音っていうその立体的に取れる録音うん、うん、あったじゃないですか買ったじゃないですかああいうのいくつか駆使して、うんえっと、雨音を取ってあるやつを組み合わせて、うん、それが最初に撮っと曲の最初と最後とところどころで出てきます雨の音が。では、まあ、んかゆっくり寝れるみたいな曲にしようかなっていうのと、うん、あとフセディさんっていう人のねちょっとあの安水さん漫画撮ってもらえる多分ねその エプロンメモの左辺り漫画2冊ぐらい布施ィさんのやつないかな奥右いそっちを見ていただくと分かるんですけど、うんまあ、漫画としてもすごく面白いさっきも言ったようにその若い女性っていうかね若い女性ってか別に男が読んでも全然面白いからあんま限定してもらえないんだけど、うん、すごくその若い人に人気のある作家さんなので、うん、にジャケを書いてもらうから,、うん、だからグッズだよねうん、うん、グッズもじゃあ例えば お、えっと、大きめのシルエットのトレーナーを作るとかパーカー作るとかもいいと思うしでっかくプリントしたあとえっともうご本人ともお話をしてるんですけど、うん、とあるえっともう決まってるものでもう2人の直筆のサインを入れるものも最初からこうグッズの中のラインナップで入れようと思っていてそういうのを考えてますかねうん、うん、いいですねはいなんでそれ今詳細詰めてますはいはいうんうんということですはいわかりましたじゃあ お前なんか最近なんかないの僕ですか近況としては僕は相変わらずいろんなものを買ってますね <laughs> <laughs> 最近何買ったの,あの間接照明ああの f ーっていうフィリップスから出てるあの照明を買ってそれが、うん、あのいろんな色に光るフルカラーの LED を見つかったんですよ、はい、でそれがパーティーモードっていうのがあってパーティーモード、うんうん パソコンにそのインストールしてヒューと連動させると自分が見てる YouTube の動画だったりローカルにある音楽だったりと連動してあのうしパソコンのモニターの裏にある間接照明が光る、うんうんうん、<laughs> お部屋がちょっとクラブになっちゃうみたいなそうですじゃあそれでぜひ東京論をねそうちょっと帰ったら聞いてみようかなと思いますああ<ー>、うん、ありがとうはいそんなに別に面白い話じゃなかったねヒューの話もすっげえ昔に松本君が知ってるし <laughs> 第1世代ねそっかもうそれもなんかアップデートされていろいろ機能が増えたりしてんの多分そうそうそうパーティーモードとか前なかったんじゃないかなと思いますパーティーモードマウントしたの今松本君は松本さん第一世代にはパーティーモードやっぱないから俺が持ってるやつねねパーティーモードはないからそこ違うよね結構全然違いますじゃ締めましょうかはいはい以上ですかねはいじゃあお送りしましたのは ラムライダーと松本とニースでした。また来週さよなら。さよなら。さよなら。